Correction of my mistake. In the following video, I Hiroshi Hayashi claimed that Marduk is Gilgamesh or Gilgamesh is Marduk, which is however wrong. Marduk is god and Gilgamesh is hybrid humanoid. de マルドックイコールギルガメッシュあるいはギルガメッシュイコールマルドック説を唱えていますがこれは間違いです。マルドックは神です。ギルガメッシュは半神半人のデミゴッドです。訂正しておきます。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about power assisted walking support system. I say here with evidence that ancient gods needed power assisted walking support system. This system was to support ancient gods to walk on the earth because of its heavy gravity, and Marduk was one of them. His another name is Gilgamesh, who is generally seen by scholars as a historical figure, since inscriptions have been found which confirm the existence of other figures associated with him in the epic. Gilgamesh probably was a king who reigned sometime between 28,000 and 25,000 BC. Was he a god? Was he a demigod or was he a human being?But one thing is very clear.That is to say that he wore a power assisted walking support system. 古代の神々は歩行補助装置を身につけていました。ここでは最初にマルドク、つまり延期の長男を例に挙げて考えてみます。マルドク、またの名をギルガメシュと言います。 ウルクに紀元前2800年から2500年頃に実在した王と言われているからです。つまり、身元がはっきりとしています。そのギルガメ氏は歩行補助装置を身につけていました。そのレディーフが証拠として残っています。で、今日は話をもう一歩進め、では古代の神々は座ることができたかという問題について考えてみます。座ることができたのか、それともできなかったのか、もっとも座り方にもいろいろあります。 縦膝を立てて座る縦膝、あぐらをかいて座るあぐら、それに日本人に馴染みの深い星座。で、調べてみましたが、日本人が星座するようになったのはそれほど遠い昔からではないようです。一説によると、江戸時代からだそうです。が、それはともかくも、歩行補助装置を身につけていた古代の神々は、どんな座り方をしていたのでしょうか で、調べてみると、古代の神々は皆、椅子に座っていたことが分かりました。が、考えてみればおかしなことですね。逆に言えば、椅子という家具、つまり道具がなければ、座ることもできなかったということになります。つまり、休むことができなかったということになります。進化論の大原則に矛盾します。というような、回りくどい言い方はやめます。古代の神々は、この地球上では、歩行補助装置を必要として言いました。歩行補助装置がなければ、あることもできなかった。 地球の重力が問題でした。仮に、いつ、いつか人間が現在の地球の重力の数倍もあるような惑星に行った時のことを考えてみればそれがわかります。あなたの体重が一気に数倍になるのです。あなたは歩くことはおろか、自分の体を支えることすらできなくなるかもしれません。地球へやってきた神が見つまり、エイヤーにしてもそうです。だから歩行補助装置を必要としていました。 青森県で見つかった射光器道具をはじめ、日本で発見されている土偶が皆一様に太い足で表現されているのはそのためと私は考えています。で、私はその座り方に注目してみました。どんな座り方をしていたかそれを調べてみました。それが今皆さんにご覧いただいている表です。バビロンリア、シュメール、アッシリアに残っているリーフでは古代の神々は座っているか椅子に座っているかのどちらかです。 興味深いのは、いわゆるギリシャ彫刻にしても大半が立像、つまり立っている像だということです。中に縦膝の女性像もありますが、星座やあぐらをかいて座っている像は私が調べた範囲ではありませんでした。レリーフを除いて椅子に座っている像も私が調べた範囲ではありませんでした。座るという習慣そのものがなかったということになるのでしょうか。ともかくも歩行補助装置を身につけている いたのでは、座ると言っても椅子に座るしかなかったのではないかと私は考えています。まあ、こうして表にしてみるとそれがよくわかります。 で、表を見ながら皆さんに説明しますが、まあ、一番上がですね、動物の座り方ですね。で、それと同じような座り方をした像がですね、アムリカの八の日でも見つかってますし、それから、アステカでも、そして、セルビアのビンカでも見つかっています。まあ、一番右の上の方ですね。そしてダ、ダヴィンチはですね、どういうわけか、縦膝の像、って言いますか、姿の絵をたくさん描いてますね。もちろん、星座であるとか、っていうのは、まあ、ないわけですよね。 しかしですね、まあそのアグラを書いて座るというのは上から3番目にあるわけですけどもね、世界各地のまあ像にまあこうしたものがあるということですよね。日本、それから南米、それから、 あるわけですね。というか、これがですね、あの、大変珍しいんですけども、あの、いわゆるミトラ教の神事、地下でね、地下洞窟で、まあ、こうした神事をしていたわけですけども、ここに座っている人がですね、正座をしているわけですね。で、その後と同じような姿をしていたのが、奈良県、奈良のね、法隆寺に残っている、この、侍像と言われている像なんですね、えー。一番下の左ですね。え、まあ、レピタリアン像ということになるわけですけどもね。 ま、人間じゃありませんね。で、この、ンカで見つかっている像なんかは、これは椅子に座ってるわけですね。ということは足が異様に細いということにも注意してください。なあち、古代の神々たちはみんなこう、椅子に座っていたということですよね。まあ、あのー、 あるいはその歩行補助装置をつけている、あの、像ってことでですね、日本の先ほど見ましたように、社光器道具であるとかね、仮面の女神であるとか、あるいは縄文のヴィーナスなんかはみんな太い足をしてますね。この続くビデオの中で縄文ヴィーナスがですね、歩行補助装置をつけていた、またその証拠も残っているということを皆さんに紹介いたします。ともかくも、古代の神々、まあ一番下のま中央はですね、これはレリーフに残っている、まあ、バビロニア、シリアの神々ですけど、でも椅子に座ってますよね。まあ、そして体が大きかったってことですね。 で、人間と比べても2倍、1.5倍から2倍はあったと思われます。これはも珍しいんですけど、いろいろ探してみたんですけどね。ギリシャ彫刻の中にはこのようにですね、まあ椅子に座ってると言いますか、っていうような像ありますけども、その、まあ今赤丸で示したところはですね、なんかこう縦膝を立てて寝転んでいるって感じですね、まあ座ってるという姿ではないんですね。なぜギリシャ彫刻には座ってる像っていうのは、まあ大変少ないということですね。ご存知のように、ほとんどが立ってる像なんですよね。 ま、足がないせいか、わかりませんけどもね。あの、はい。まあ、それはいろいろ考えられますけどもね。まあ、要するにこうした像が、まあ、座るってことから考えていますとですね、やっぱり古代の神々は座れなかったんじゃないかというのが私の結論ですね。特に歩行補助装置をつけている神々は座ることができなかったんじゃないかというのは私の考え方です。 で、この一番右がですね、その歩行補助装置を使っていたって証拠なんですね。これはアッシリアで見つかったリーフですけども、足と黄色いのが足で、そしてその赤い部分が動力源って言いますかね、動力補助装置ってことになります。その間が空いていてね、向こう側にある衣服が透けて見えるってことです。これについての検証はこの続くビデオの中で詳しくしますので、またご覧になってください。で、今こうしてますとですね、椅子に座っているのが多いっていことですね。右が神で左が人間ですね。まあ、王に、どこかの王に、真剣を表す、まあ、王剣ですね、王剣を表すリボン付きの リンゴを渡しているところですね、まあ、こうしたその王権を渡すことができたのはエンディルということになるわけですね。まあ、地球の支配権を持っていたのはエンディルということになります、ね。その流れを組んでいるのがイシュタールということになるわけですね。イナンナイシュタールということになりますね。まあ、それともかくも椅子に座っている。まあ、このイナンナなんかもこ,れこういったカラット付きでは座るのも大変苦労したんじゃないのかなと思いますね。で今の,そのイシュタール像にまあ歩行補助装置をつけたのが日本のジョンボンビーナスということになりますね。それについての証明もこの続くビルの中でいたします。でこうして分類して てますとですね、右の方が歩行補助装置をつけていた。そして左の方が、まあ、歩行補助装置を、ね、つけていないということはですね、地球動画が立っていますからね。まあいわゆるまあ 進化型とといいいまますすすかねねあるるはう、まあ、うここになるわけで,す、ね、でこういう人を挙げてみますと神々は今、まあ、いるとしてもですよ、地球には住んでいないと私は考えますね。いわゆる、まあ、動力園をつ,もうつけている神々というのは地球の外に住んでいるということですね。地球の重力は問題だということですね。言い換えますと神々といっても霊的、あるいはスピリチュアル的な存在ではなくて、まあ、私たちは考えている以上に遥かに現実的な存在だということになりますね。ということをまあ念頭のきながら続くビデオ。 古代の神々は歩行補助装置をつけていたというビデオをどうかお楽しみください。それでは皆さん、バイフォーナウイルスをお楽しみください。バイフォーナウイルスをお楽しみください。 ギルガメシ、つまりマルドクは地上では歩行補助装置を身につけていました。つまり ET であったということです。が、マルドクが ET であったとするなら、父親のウツナピシチム、さらにはその父親のエンキ、兄弟のエンディル、さらにはアヌオそしてアヌオの孫のシャーマシ、およびイシュタールも皆 ET であったということになります。 で、このビデオでは、そのマルドクが ET であったことを皆さんに紹介、説明します。マルドクも歩行補助装置を身につけていました。つまり、半身、半人ではなく、ET そのものであったということです。で、今、ギルガメッシュ物語の、まあ、壁画を見ていただいてますけども、左がエンキドゥ、エンキ族ですね。そして、中央にいるのがマルドクです。このマルドクの足を見てください。 え、それを拡大したのが右の図ですけども、明らかに歩行補助装置をつけています。つまり、マルドックはこの地上を自分の足で歩くことができなかった、イコール ET であったということです。これが物的証拠ということになります。左がアッシリアの、まあ、レリーフですね。この、まあ、王も、あれ、神も、やはり歩行補助装置をつけています。 足と補助装置の間に、まあ、隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えることに注意してください。詳しくは続くビデオの中でまた説明いたします。まあ、これがほ上の赤いところがですね、歩行補助装置です。そしてもう黄色いところが、まあ、本物の足だったということになります。まあ、現在人間はですね、右のような歩行補助装置を使っています。 もう一度ご覧ください。これが、まあ、マルドクが身につけていた歩行補助装置ですね。そしてこの、これがですね、歩行補助,補助装置だということがわかりますと、先ほど言いましたように、えー、エンリル、エンキー、そしてアヌオ、シャーマシ、そしてイシタールも同じ仲間、すなわち ET であったということになります。これが物的証拠ですね。で、みんなですね、ノアですね、えー、 ウツナピシツムですね。そして、まあ、マルドックは、延期動画がなくなった、死んだ後ですね、悲しみに耐えかねて、このウツナピシツムに会いに行くわけです。それが、イギルガが飯物語になっているわけですね。で、フランスのセリ・キムラさんから、まあ、このようなメールが届いています、えー。ウツナピシツムイコールのは、ということになりますね、ということですよね。もう、若いですね。えー、マルドックの、まあ、この物的証拠が出てきたということはですね、まあ、下の方にいますけども、マルドック。 え、左の下の方です。ここですね。マルドゥックです。その、まあ、あの、父親である、まあ、エンリまあ、エンキですね。エアと書いてあります。中央です。エアが、まあ、あの、ET であり、そしてとな、兄弟のエンリル、そして、その父親のアヌオ、みな ET であったということになります。そして、アヌオの、番孫である、イシタール、そしてシャーマシですね。 中央上がイシタール、そして右がイシャーマス。みんな ET であったということになります。そして、今言いましたように、マルドックのお父さんがエンエノアですね。分かりやすく言えば。そしてそのノアのお父さんがアヌオってことになるわけです。このように神々は、まあ、こうした線で繋がれているということですね。そしてその、まあ、 今日紹介しましたように、マルドゥックが ET である。歩行補助装置をつけていた ET であるということになりますと、そのまあ上のですね、えー、神々は皆 ET であったという、えー、ことになります。なちマルドゥックの右の、右のこの足がその証拠ということになります。 と、まあ、あの、ミトラか、ミトラ教から取ったということになるわけです。これ二レベルですね。上、あの、イラクの北、北の方にあります。二レベルです。で、この二レベルで,ですね。あの、まあ、マスクが見つかってるわけですね。それで、今言いました。その。ゲルガメシュタで、下の方のウルクなんですね。まあ、ウルク。なんですね。ウルク、まあ、ちょっとここで、写真が交差しますけども。下が、イラクの下の方がウルク、そして上があ、二レベルです。そして、その二レベルで,ですね。こんなマスクが見つかってるわけです。 なぜこのマスクを紹介するかというとですね、この顔が、いわゆるギルカミ氏の顔と一致するということはですね、ギルカミ氏というのはかなり大きな勢力を持っていたということを皆さんにこう、ちょっと知っておいていただきたかったからなんです、ね、ただ、あの、要するに、まあ、あの、ペルシャ一帯を、まあ、ギルカミ氏が支配していたということですね。まあ、いわゆるマルドックが、あの、まあ、 あの王がですね、今から4000年ぐらい前に、まあ、2ビリ変るわけですね。これはあの、シッチンの、え解読した文章によればですね、その時に、まあ、マルドクを、まあ、残すわけですね。そしてその時から、まあ、ある、まあ、とですね、それから、マルドク歯が対立するわけです。で、まあ、ちょっとこのマスクを、これを見ていただくとわかりますように、まあ、一見すると違って見えるんですけどもね、細かいところを精査していくと、同じと言ってよろしいんでしょうかね。あのー、 感じしますね。このゲも上下に段に分かれてますしね。でから、作り方ですよね。ですから、まあ、左のは、左はですね、オーバーオールヘルメットって言うんですけども、まあ、顔全体に被っていたわけですよね。じゃあ、なぜこんなマスクを必要としたかですけども、まあ、いろいろと意見が終わりになるかと思いますね。まあ、ウルクが下手、上が2レベルですね。ですから、かなり距離が離れてるんですね。まあ、イラク大きいですからね。で、それにもかかわらず、こうした同じものが見つかってるってことは、まあ、 単純に考えればですね、影響力がそれだけあったということになるわけです。で、これギルガメッシュですね。で、ライオンを軽々と抱いてますよね。ということは、それだけ大型の、大きな人だったということになる。ま、あと、あの、神々は背が高かったんですよ。まあ、 私の印象では3メートル前後あったというふうに考えています。要するにこれがギルガメッシュ、すなわちマルドックになるわけです。そしてこの足をですね、先ほど精査しましたように、これはまあ歩行補助装置をつけていると。足で残っているレリーフと比べてみると、それがよくわかるということですね。そして左がエンキドゥということになります。で、このエンキドゥが、まあ、死ぬわけですね。そこでまあ、友達が亡く、が死んだということで、マルドックは下に来るんですけど、同時にそれはですね、今まで経験したことのない自分の死というものを、まあ、 考えるようになるわけです。それで、ゲルガメッシュは、ウツナピシチムに、いわゆるそのノアにね、会いに行くわけです。ノアというのは、まあ、あの、大洪水でも生き残った人だということでね。で、このお父さんになるんですね。まあ、系列的に考えますとね。ですから、マルトクのお父さんがウツナピシチム。そのウツナピシチムの、いわゆるノアのお父さんが延期ってことになりますから、延期の、まあ、孫ってことになるわけですね。で、この足、まあ、先ほど精査しましたけども、もう一度見ていただきたいんですけども、この足ですね。で、これは、あの、 いわゆる補助装置ですよね。これは身の方は、アシリアのレリーフですけどもね。で、こ、あの、私がこれね、あの、じあの歩行補助装置だと気が,気がついたのは、この、この、このレリーフで気がついたんですよ。で、これ見てて妙な足だなと思ってましてね。そしてこう、見てましたら、この補助装置と足の間にこう、隙間がありましてね。そしてその隙間の間からあ、向こうの側のね、衣服の、まあ、衣服の、が見えてるわけですね。わかりますかね。この今、丸い部分と、そしてからあの、 細い足、この黄色いのが細い足ですけども、この細い足との間に隙間があって、その向こうにですね、衣服が見えてるんですね。で、横,じ横線と言いますか、横じわがですね、一致するんですね、またね。 ま、ですから、一見レリーフこう、雑に作ってあるように見えますけども、極きて丁寧に作ってやるってことですね。そしてサンダルと足をつなぐ紐のようなものもよく見るとわかりますね。ここの部分ですね。ここに隙間があるわけですね。ここが重要なんですね。で、これでまあ気がついて、他のレリーフを見、見つけて、見ましたら、やっぱりこの歩行補助装置のようになっているものもありますね。なってますね、みんなね。それで、この間に隙間があって、向こうの衣服が見えるのは、はっきりとわかるのは、私が調べた範囲では2体です。 まあ、これが二つ、まあ、一つでも十分なんですけども、二つありましたからね。これで、まあ、歩行補助装置だということが、まあ、分かったわけです。となると、まあ、その、なんて言いますかね、あの、古代の神々というのはですね、まあ、まあ、あの、マルト君がね、その歩行補助装置を使ってたということになりますと、その、まあ、上にいるンキさらにはその、あの、そのあの、オのあの孫のイスタール、それからシャーマーシュ、まあ、それがキリスト教を立ち上げるわけですけども、キリストも、まあ、マリアも、 あの、いわゆるもっと現実的な存在であったということになるわけですね。いわゆる霊的な、いわゆるスピリチュアル的な存在ではなかったということですね。まあ、それは、あの、これではっきりするわけです。なあち、まあ、こういった地上で生活する上においてですよ。いわゆる歩行補助装置を必要とするような、まあ、方たちであったということになるわけですね。そこが、まあ、この、歩行補助装置の、まあ、ポイントということになりますね。まあ、ただ単にね、神々が歩行補助装置を使ってたということだけではなくて、私たちが、まあ、考えている、まあ、 神的な存在というものは、まあ、あの、少なくともスピリチュアル的なものではないということに、まあ、結論が出てくるわけです。で、みんなニフルサングとイシタールですね。このニフルサングの足も、ちょっとこう人間パナーしているということで、まあ、ここに紹介しておきました。で、マルドクの足もやはり、ね、ニフルサングというのは延期の妻ということになっていますね。だけ,だけども延期の妻は、あの、まあ、あいわゆるまあ、せ、あの、 いわゆる半身半人だった、半人半身だった、半信半人、要する半身半人で、半分神で半分まあ人間だったっていうことですね。ですからは、早く亡くなったみたいですね。あの、シッの解読した文子によればね。で、間違えたのは私がですね、あの、いわゆるその、 いわゆる一般説に従ってですね、マルドクは、いわゆるその、デミガート、半身、半人であったという説に基づいて、まあ話を進めたもんですから、間違えましたけども、まあそれはね、あの、ランスケさんが指摘してくださったように、それからまあ今、足を見てわかりますよね。これはもう半身、半人の、あの、 神ではないですね。まさしく ET そのものであるということです。いわゆるその、エイディアンそのものであるということですね。で、まあ、マルドクは今、同じ繰り返しになりますけど、同じ資格の中にいると。で、こ左上、延期、これは間違いです。延期ドゥですね。延期族ということです。あの、私の間違いです。それはま、前後この訂正いたさせてください。それで、まあ、ハイブリッドの、まあ、奥さんとあ、間に生まれた子供だってなりましたけども、あの、マルドクはあの、神ですから、あの、 延期、まあ、あの、いわゆるその、なんて言いますかね、息子になりますと、そうするとあの、三人の息子の一人ってことになってしまうんで、まあ、それちょっとまた今度調整してみますけど、ね、ノアには三人の息子がいましたからね。 で、ここで、あの、ちょっと、こう、ここにこういうふうに記述があったもんですからね。三分の二、えー、デミゴートだと書いてありますからね。ですから、ここで間違えたわけですが、しかし、まあ、あの、足を見る限り、まあ、半人半身ということはありえませんね。まさに神そのものであったということですね。それで、シッチンの、この、解読した文章をですね、まあ、これからちょっと紹介しますけども、これはある意味では非常に重要な文章なんですね。あの、いわゆる、まあ、それを、全文じゃありませんよ。あの、解説文ですからね。しかし、ま、丁寧に訳して、 ってみましたが、まあ、エンリルの長男のマルドクと。ここではそういうふうに書いてあるんですね。あの、しかし、エンリル、延期の長男は、うつぴな、うつピシティムで、まあ、ノアですよね。そしてその息子が、あマルドクな。まあ、この辺の関係はちょっとまだ、これから詰めていきますけども、要するに、延期の流れを組む息子であるということですね。孫か息子か,か、まあ、ちょっとは、というのは、神々の世界というのはですね、あの、人間の、その、いわゆるその、親子兄弟、 っていう感覚は合わないんですよね。ある時に、今まあ、まあ、どこからかですよ。子供をあてがわれて、まあ、育てられるわけですね。いい例が、その、ミトラがそうなんですね。まあ、あの、アナヒーターは、その、ザラストラの妻でもありますけども、ミトラにしてみれば、アナヒーターは母親になるわけですね。しかし、その、母親であると同時に、ミトラの今度は姉にもなるんですよね。そういった関係で、まあ、あの、 まあ、成長とともに言って言いますか、人間関係ある、その呼び合う呼称呼び、呼び方はね、変わっていくってことです。で、イナンナっていうのはエンリル派だったわけですね。で、まあ、そこで、まあ、この時代から、まあ、おそらく、紀元前2000年頃、まあ、ちょうど、えー、モヘンジョダロンが滅ぶ頃からですけども、えー、イナンナと、それから、マルドクが、あの、いわゆる対立関係に入るわけです。で、まあ、しばらくは、あの、平和になってますか、お互いにこう、尊重し合ってた時代があったように思いますね。ウルクには、あの、イナンナンナをね、 あの、イシュタールを特別に、えー、た、と、投入させるようなね、地域も作ってありましたからね。ですから、初めからこう、対立していたわけじゃなくて、徐々,徐々に徐々に対立していったわけですね。それで、まあ、特にあの、ミトラがですね、まあ、紀元前500年頃から生まれて、そして、まあ、あの、シペルシア一帯を、まあ、その前はね、ドラスタ教があるわけですけども、支配するなんて勢力を持ってきたわけですね。そこに、まあ、危機感を抱いたイシュタールがですね、シャーマイと組んで、キリスト教を立ち上げたという、まあ、筋書きなんですね。 で、これがウルクのレリーフですけども、ここでもちょっと間違前回間違えました。左上にあるのがこれ、下ターの文章で、中央がシンですね、お父さんですね。太陽のあ、月の神ですね。月の神で、そしてみんなですね、シャーマシュ、太陽、ウツですね。まあ、シャーマシュ、あの、シュメルではあー、ウツ。それからバビロニアではヘあ、シャーマシュ。それからギリシャ神話では、ヘリオスというふうに名前が変わりますけども、変わるというかも、いろんな呼び方をするわけですね。ですからまあ、この左にいるのは、やはり、そうやって考えますと、延期、 エンディルってことになるんですけどもね。わかりません。あの方かもしれません。これだけでは。あの、まあ、あの、いろんな解説がありますけどもね、それぞれの学者の方がですね、まあ、自分の解釈で名前をつけてますので、そうだというふうに書いてある、まあ、碑文でも残ってればね、間違いはないんですけども、そうでない限りは、まあ、一応、まあ、 すごい少しこう横に置きながらそういった設定も読む必要があるってことですね。で、右の方がエンキドゥで、そしてテクナってくるわけ、長くる、てくるわけですね。あ一番上頂点のアヌオです。で、アヌオがですね、まあ、あの、よくアフラマザーと混同するんですけども、アヌオっていうのは地上に来てたようですよね。だ,けだからエン、アヌオがま、その、アフラマザーの名前を語ってたってこともあるわけです。そしてまあ、今から4000年ほど前にアヌオ以下、まあ、エンディルたちがですね、あの、 帰っていくわけですね。延期も帰ったと思いますね。残ったのがマールドックなんですね。で、マールドックはまあ、反抗的だったために地上に残されると。そして孫娘のイシュタールも地上に残るんですよね。そしてこの両者の確率が、か、てか、確率がですね、激しくなって、そしてまあ、対立関係に入ると。 そして、12月25日、当時の日にミトラが、母、姉、姉ひたの下で、まあ、諸女解体して、馬屋で生まれるわけですね。そこで3人のマギがやってきて、ミトラの誕生日を言うわけです。最初にいるのが、これが、あの、 いわゆるカンブジア。二番目がスタ、ストダーナゴータマお。あの、ブタのお父さんです。そして三番目が、ダリウスってことになるわけです。ダリウスは、紀元前522年の7月1日に、ペルソポリスで即位するしますよね。ですから、まあ、これ顔を比べてみますと、ダリウスの顔と三番目の、その、ダリウス。同じですね。ということは、やっぱり一番前がカンブジア。そして二番目が、ストダーナゴータマ。あシタルタゴータマ。ただブッダ。私たちブッダと呼んでいるあ、ブッダのお父さんになるわけです。三番目が、これがダリウスですね。顔同じですね。ヒゲの 感じがですから、やっぱりこれは三人のマギマギというのは、ですから固有名詞だったわけですね。まあ、キリスト教の方で一般名詞にしてますけどもね。一般名詞にしないとまずいもんですから。まあ、要するに、まあ、キリストの誕生にはこの三人のマギは立ち会うことはできなかったわけですよね。だって500年前間が離れてますからね。要するに、えー、えぇ、一人あるとシャーマーュが組んでキリスト教を立ち上げたというわけです。その一番左のイエスの顔とですね、それから、あの、ザラスタの顔。またこれが同じなんですね。あのー、 なぜ同じかということは、まあ、皆さんご想像の通りだと思いますけども、要するに、ミトラクヨをそっくりコピーして作ら、作られたのが、キリストディバイシーズ。Goes are more realistic with working assist devices. っていうことになりますね。えー、神々は、 歩行補助装置を身につけていた。つまり、私たちが考えているよりも、はるかに、現実的であったということですね。で、最初に気がついたのはですね、この、まあ、足ア,アの神ですね。この神の、まあ、足を見ていただきたいんですけども、やはりどこかおかしいんですよね。で、これは、まあ、あ、ふくらはぎなどをですね、丁寧にこのように表現したというふうに、まあ、理解されていたのでしょうかいるのでしょうかこの足に注意してください。えー ま、手もですね、あのー、腕の方もおかしいです。が、まあ、この向かって右側の腕もおかしいです。そして、皆さん注意深くご覧くださいね。この足もおかしいですね。どこか人間のようで人間のようでもないってことですね。そして色付けをしていました。この黄色い部分が本来の足と思われます。そして、右の赤い部分が 歩行補助装置と思われます。その証拠にですね、足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうに、まあこの神が身につけていると思われるであろう衣服が透けて見えてるんですね。チ部ーからご覧ください。で、ここに隙間があるということが分かったわけです。それで私は、この紙は歩行補助装置を身につけているということを知りました。で、いろいろ調べてみますと、こうした歩行補助装置をつけている 神は、まあ、たくさん見つかったんですね。というか、逆に言いますと、ほとんどがこうした歩行補助装置をつけていることが分かりました。中部からご覧ください。これが、まあ、決定的な証拠ということになるわけですね。あの、下の一番下段のですね、ひだ、ひだひだって言いますか、線が表現されてますね。で、左もあそうなんですね。同じように、やはりこう、足と、そして歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えているのが分かります。 そして足は異様に薄ぺらいですね。この足では地上を歩く,ことは歩くことはできなかったものと思われます。まあ、下の緑の部分がですね、あの、サンダルいてことになります。あるいは、あ連続性を持っていたのかもしれません。よく中深くあのご覧いただくとわかりますように、マルド感そうでしたけども、足とサンダルをつなぐこう紐のようなものも見えますね。で、こうして、まあ、あの、歩行補助装置いてものをですね、神々が身につけているということを、まあ、私は発見したわけです。 と同時にですね、まあ、この神々、すなわち、マルドック、それから、えー、あの王に至るまでですね、そしてその、えー、孫娘のイシュタール、そしてシャーマーシュ。イシュタールとシャーマーシュはね、まあ、組んで、キリスト教を立ち上げ、上げるわけですけどもね。シャーマーシュがイエスという名を語り、そして、まあ、あの、キリスト教を立ち上げますけども、私たちが神々と呼んでいる、まあ、エイリアンですよね、人間ではありません。まあ、大変現実的な存在であったということですよね。 補助装置というのはこういうものなんですね。いわゆる、ま、足の不自由な方がですね。まあ、あの、こうした補助装置をつけることによって、ま、歩けるようになると。そういうことなんですね。で、ま、そうしたものを、その、神々も必要としていた。言うまでもなく、地球の重力が問題であったわけです。そしてもう一つは大きな問題は、光だったでしょうね。 ま、光。ですから、ま、地上の光というのは、あの、宇宙と比べて、はるかに眩しかった。あるいは、神々の住む、ま、母星といいますかね、元の星よりも、はるかに明るい。ま、大気に包まれてますからね。光が乱反射して、明るくなるわけです。ま、その二つですね。もちろん、あの、大気であるとか、大気、あの、いわゆるね、この空気ですね。それから、その、まあ、 もろもろの病気なんだか、何かも問題になったでしょうけども、それはまあ数万年あるいは数十万年という時の流れで克服できたものではないかと思います。ともかくこれが歩行補助装置ですけども、もう一度この、えー、髪の足を見てください。えー、足が、まあ、ぺらくて細いですね。これはナフラマザーの足もそうなってますよ。それから、この緑の部分が、まあ、衣服であると。それはいいですね。そしてその足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうに衣服が見えていると。 それをまあいろいろ言っていましたらこのようになったというわけです。えー、まあこれを、まあ皆さんがどう判断なさるかわかりませんけども、そして横線がですね、あの一貫性でつながってますね。今ちょっとブルーでお見せしましたけども、そしてまあこういうふうにして歩行補助装置をつけ左もですね、一番左の,まああの歩行補助装置をつけてる紙もですね、あの布の横線がですね、水平線がつながっていることに注意してください。ここに関節があるんです。これはあの何かのまあジョイントじゃないかと思います。 これは1486号ですけども、えー神、古代の神々はエイリアンであったということです。で、歩行補助装置というのは実は見つかっているんですね。右が、これがあの長野県知能市に見つかった、えー、仮面の女神です。そして左がですね、えー、セルビアのビンカーで見つかった、woman、女性、sitting woman となってますね。英語の説明は、座っている女性ということになっています。で、この、 もう一度この、え、仮面の女神を見ていただきたいんですけども、この仮面の女神と、そして右の、右がですね、セルビアの民家で見つかった、まあ私が見つけたんですよ。その民家で見つかった、その、セティングワーマンとは、コンセプトは似てるんですけど、足の太さが違うじゃないかというのをおっしゃいますよね。で、まあ日本の土偶はですね、みんな足が異様に太いわけです。まあ、埴輪も例外でありませんね。しかし、えー、あの、甲府ね。 山地県の甲府の、にはですね、左下のような歩行補助装置、しなおか下半身だけの土偶も見つかっています。そして右の下のようにセルビアのリンカではですね、下半身だけの、やはり土偶が見つかっています。まあ、下半身だけの土偶があるということはですね、こうした土偶を日常的に神々を使っていたということになるわけですね。これはあの、縄文のヴィーナスですけども、この足のところを見てください。何か変な線が、ラインがありますね。 中部からご覧ください。このラインは何かってことで、まあ、随分私は謎に思ってましたけども、これも私は歩行、補助装置のであるというふうに判断しました。異様に太い足ですね。というのは、ンカで見つかった、あ、ごめんなさい、ペルシア、バビロニアで見つかった、ミソパタで見つかっているイシタールゾアはですね、異様に逆に足が細いわけです。 まあ、それは、順に、まあ、注意してみていただくとわかりますけども、なぜそれほどまでに細いか。逆に言いますと、あまりにも細くてですね、地球の、この、いわれになますか、重力には耐えられなかった。だから、このような歩行補助装置を必要としたと、私は考えたわけです。このラインですね、あの、変、まあ、まあ、奇妙なラインがありますね。ズボンのような、ズボンのないようなラインがあります。で、ジョーモ・ヴィナスをあー、もう一回見てみます。これは、まあ、皆さんご存知の、え長野県、千野市、 腰がして見つかった縄文ビーナスですこの腰のところのラインに注意してくださいで右側はイスタール像です バビロニアのイスタールです。このイスタール像はですね、腰は太いんですけども、足が異様に細いことに注意してください。そして、まあ、バビロニア、あれからのあのセルビアで見つかっているイスタール像もですね、まあ、女性像もですね、あの、座ってるんですよね。いわゆる立ってるっていうよりも座ってる像が多いわけです。そして、まあ、比較してみて分かるといただき、分かっていただけるように、まあ、コンセプトが同じだということですね。胸の表現の仕方。そして、頭のヘルメットも同じように表現されています。そして、まあ、あの、顔はお面ですよ。 この右の、あの、このシスターのお面は、そのものがズバリ見つかってますからね。そして左の方も、え、いわゆるその縄文ビーナスの方もですねあ、現地で見ていますと、このお面の部分ですね、赤い部分が、中の方へ内側へグッと掘り込んでありますからね。明らかにお面です。そして、長野県同じ地区、内の市で見つかったあー、仮面の女神も、いや、後ろで紐で結んでありますね。なあち、仮面だということです。そしてこの足がですね、右は異様に細く、左は異様に太いということですね。そこで、はや、はや林 えビーナスジョジョーナナナス、イコーイコナルンナ説を唱えました、まあ、だいぶね、多くの方にこう理解されるようになりましたけども、当初は、まあ、い,ろいろいろと叩かれました。要するに、縄文ビーナス、イナンナ説です。まあ、この縄文ビーナスというのはイナンナであるということですね。で、まあ一番左は、まあ、イナンナ、まあ、イナンナですね。そしてこういうふうにまあ、まあ、 右二つもこれイスタール、イナンナ像ですね。まあ、あの、シュメールではイナンナ、日本でもイナンナですね。そして、バブリオニア、ミサポタメンではイシュタールと呼ばれました。こうした仮面も実際に見つかっているんですね。これがあの、ジョーモンビーダスの仮面と一致します。カフィルメットの上の、上についてる点々って言いますか、ね、穴のようなも、それからこのラインの表現の仕方、同じですね。 そして、このヘルメットのコンセプトですね。同じなんですね。そして、もう先ほど繰り返しになりますけども、この、この両者は二人ともお面をかぶっています。そうしたお面も実は別に見つかっています。イナンナ・シュメールですね。そして、この、イナンナが言いました。私はイナンナよ。私はイナンナなのよ。どうして日本の皆さん分かっていただけないの私はイナンナなのよ。と、林博史は懸命に訴えています。 ま、これは、パワーアシストゥス、いわゆるウォーキングスーツですよね。で、今、それを具体的に説明しますが、この部分確認してください。ここが、まあ、縄文ビーナスの非常に、ま、しか大切な部分です。こうして、ま、体をとっていますと、歩行補助装置だけが残ります。こうしたものを身につけて、まあ、あの、日本のね、あの、縄文ビーナス、なあち、縄文イナンダって私呼んでいただきたいと思います。林博士の縄文イナンダ説です。 ね。文もいな,な,なせ楽、楽しいでしょこうしてすっぽり入れて、そして細い足、すなわち、まあ、歩行できなかったわけですね。それはあの、あ青森県で見つかっている車高機道群もそうですし、埴輪もみんな足が太いわけです。異様に太いのは、この地上では歩けなかったということになるんですね。 そして、まあ、こうして歩いて、そして、仮面の、女神も同じように歩行補助装置をつけていたってことになります。そして、車高機、土偶もこのように歩行補助装置をつけていたってことになります。まあ、歩行補助装置施設も、林博史施設です。ご留意ください。そして、こうして歩いていたということになります。 ま、林博士ってことをね、最近たびたび言うようになりましたのはね、簡単にもパクられてますからね。まあ、とても残念なことのように思います。そして、ま、これは歩行補助装置だということです。まあ、皆さん、ご自身でご確認ください。 最近、これ本当に大変によく似たものが作られていますね。最近地元のですね、S 自動車会社さんがですね、こういうものを作っていらっしゃって、いわゆるその古代の神々と同じものを作ってますよという連絡をある方からいただきました。私のビデオを見てからですよ。これがまあ、アシリアの神の歩行補助装置です。もう一個ご確認ください。ここはとても重要なところです。この赤い部分がサンダルということになりますね。そしてこの黄色い部分が足ということになります。 で、昨日でしたかね、ある方から連絡がありまして、古代の神々は、かか、かかとがなかったんだってことをあの言われてるんだけども、これを、これを見ると、かかとがなかったっていうことが納得できましたっていうことを書いてくださった方もいらっしゃいます。まあ、確かにこうしてみると、かかとがないような感じがしますね。連続性を持って、足が、足の、まあ、足にね、繋がってるって言いますか、客が足に繋がってるっていうんですかね、感じがします。そして、あの、この背景ですね。 繰り返しになりますけども、この足と、ここを補助装置の間に隙間があり、その向こうには、まあ、この紙が着ているであろう衣服が透けて見えます。透けててか、通り抜けて見えますね。そして、この衣服の横線がですね、一致していることに注意してください。 この横線ですね。矢印で今示しましたけども、この横線が一致しているところに注意してください。そして、色分けしてみますと、このように、まあ、その古代の神々の衣服が浮かび上がると同時に、足と、そして歩行補助装置の間の、間の隙間が、まあ、よりよくわかるということです。この左に注意してください。だんだん左ですかね。こうして、まあ、古代の神々は歩行補助装置をつけていたということを、私は発見しました。ここに隙間があります。 注意深くご覧ください。これがですね、手がかりになりまして、冒頭に言いましたように、古代の神々は私たち人間が考えている以上って言いますかね、とは違って、霊的な、あるいはスピリチュアル的な存在ではなくて、もっと現実的な存在であったということですね。もし神々が霊的な存在であるならば、こんなものは必要としなかったはずですからね。そうでしょ常識で考えてください。常識というか、あなたの良識で考えてください。 そしてその霊的スピリチュアルの存在というのは、まあ人間がですね、まあはっきり言えば人間の傲慢さがですね、作り上げた虚像ということになるのではないでしょうか。だいたい神がですね、人間の姿をしていること自体がおかしいのです。それは人間の思い上がりというもんですよね。そうでしょあの神々というのはもっと人間を超越した存在ですからね。もっと言いますと、神というのはありとあらゆる生物、動物にまたがって存在する、まあ、 いわゆる存在ですからね。存在する存在ってのもおかしいですけどもね。ですから、あの、なんて言いますか。人間の姿に似せてしまったっていうことは、逆に言いますとね。じゃあ、馬や牛。 猿や豚には神はいないのかってことになりますしね。さらに1万年前の人間にはいなかったのかってことになりますし、人間だってこれからどん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 姿を変えていきますからね。1万年後、あるいは10万年後の神も今のままで良いのかってことになりますけども、多分人間のことですから、どん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 その時代時代に合わせて変えていくでしょうね。なお、この神の顔はですね、ヘルメットですよ。このヘルメットであるという証拠も多分この続くビデオの中に出てきますけども、ヘルメットをかぶり、そして手には、まあ、 いわゆる補助装置をつけ、足には歩行補助装置をつけていたってことになります。この手に握っているのは武器ですよね。いわゆるこの武器も以前証明いたしました。そしてこの手もですね、変なところに行きますか、お金のところに腕が2つに分かれてますね。まあ一方が腕であり、一方が補助装置であると私は判断しました。そして腕輪のようなものをはめてますね。何かの特別な装置のように思います。で、アフラマズダーも先ほど言いましたように、大変細い足をしているのが分かります。 まあ、ひょろひょろっ言いますかね。そして、ウィンカーの、シティングウォーマンの話をもう一度しておきます。このシティングウォーマンですね。座像ですね。女性ザ像ですけども、この、まあ、二つの、まあ、写真が手に入りました。で、比べてみますと、ひ、あの、肩幅がカクンカクンと曲がっている、日本の、いわゆる縄文道具とコンセプトが同じですね。そして、脇の下には大きな空間ができています。これは、あの、あ 仮面の女神ですけども、やはり脇の下に空間ができています。肩幅がカクンカクンと曲がっています。で、足が違うじゃないか。足が違うじゃないかとおっしゃいますよね。ちょっと待ってくださいね。顔を比べてみてください。えー、顔の、まあ、三角形、逆三角形になってますね。そして点々の、まあ穴が開いているところも同じなんですよ。 そしてお腹、そして特におへその作り方が全く同じであるということです。この耳のところをちょっと見てくださいね。これはあの、現地に行って調べましたら穴ではなくてくぼみですね。まあ、そういった違いはありますけども、こうしたところに、同じところに同じように、まあ、穴が表現されているということです。これを違うという方がおかしいですね。セルビアのビンカというのはギリシャのやや北部です。にあるところですね。そこでこのような土偶が見つかっているということです。まあ、この左の土偶も私が、林宏が見つけました。 で、このお腹のおへそですね。このおへそを見てください。あの、特にあの、この一番左のおへそと比べるとわかりやすいです。ちょっとこう見にくいかな。ちょっと盛り上がって、そして周,周辺分が盛り上がって、そして穴が開いてということですね。で、この二、えー、つを比べてみまして、皆さんはこうしちゃいますよね。足が違うじゃないか、足が。 なるほどね。足が違いますね。ちょっとお待ちくださいね。もう少し検証しています、えー。耳のところ、口のところ、同じように穴が開いて。そして、肩はですね、上、あ仮面の、女神の方はくるくるっと円が描いてあります。そして、おへそ。このへそを見てください。注意深く。これはよくわかりますね。ちょっと斜めですから、光の加減でよくわかりますけど、全く同じだということです。 これがですね、数千キロも離れて、ッ、え、カ、ー、で発掘されてるんですよ。そして、どちらがどちらへ行ったかですけども、縄文文明の方が古いんですよ。この右の、えー、仮面の女神は今から6000年前、紀元前4000年頃に作られたと言われています。左の方ははっきりしていませんけども、 はい。これが、あの、カーで見つかった下半身だけの、えー、土偶ってことになりますね。で、これをですね、体に当てはめていますと、すっぽりと生えるんですね。まあ、こうしたあ、下半身だけのあ、ウォーキングマシーンをつけていた。で、えー、山梨県の甲府でも同じようなものが見つかっています。県立高校館にこれが陳列されていました。 これも私が、まあ、見、ました。発見しました。で、これを歩行、補助装置だいうことに気がついたわけです。で、結論ということになりますけども、えー、仮面の女神ですよね。えー、そして、えー、これがセティングウーマンですね。夫人座像と言いますかね。そして、左下が、ジョモビーナスです。そして、右が、これが、まあ、イスタール像ですね。バビロイナのイスタール像です。 で、左の方は足が太い。右の方は足が細い。という形で表現されているわけです。まあこれは歩行補助装置を身につけているんだと考えれば何でもないわけですね。そして、えー、この車光機動具も脇の下が空いてますね。カクンカクンと片番広くて。そして、埴輪もやはり同じコンセプトです、えー。同じように足が太いってことですね。ですから、えー、左四つはですね、日本側。右四つは、まあ、東ヨーロッパ。 側ということになるわけですね。まあ足の表現の仕方が違うと。そして、えー、繰り返しになりますけども、弁化では右下のような歩行補助装置、ま、っていますかね、下半身だけの土偶が見つかっていて、そして日本でも左下のような下半身だけの土偶が見つかっているということです。どうか注意深くご覧ください。まあこれが、石あ,ある像ですね。そしてこのような、 歩行、補助装置を身につけていた。つまり、神々は私たちが思う以上に現実的な存在であったということです。私はあなたとそれほど違わな,ない生活をしていたということになりますね。いわゆる少なくともスピリチュアルな存在ではなかったということになります。 そ,れその上の神のことは分かりませんよ。しかし、少なくとも、この地球上にやってきた神々は、えー、非常に現実的な存在であったということになるわけです。ですから、この仮面の女神はこう言っています。私はね、歩行補助装置が必要だったの。だって歩けないもん。私だって必要,して必要,と,必要としてたのよ。私だってこれがないと歩けないんだ。なんてことを、まあ、日本の神々は言っていました。 ということで、まあ、今日はですね、神々の歩行補助装置、すなわち、まあ、マルトクのね、歩行補助装置から始まってですね、まあ、明らかな証拠が出てきましたので、そして、地球にいる神々は、皆、歩行補助装置を必要としていた、という話をしました。どうも最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。